地球史の主要イベントの絵画価値質年代学は、鉱物固有の特徴を調べることで、岩石や化石や堆積物の年代測定を行う科学分野。絶対地質年代は放射性同位元素の測定で行えるが、相対地質年代は古地磁期や安定同位対比などのツールによって提供される。複数の地質年代的な指標を組み合わせることにより、 年代測定の精度を向上させることができる。地質年代学は生創除学とは用途が異なる。生創除学とは動植物の化石群を特定し、カタログ化し、比較することにより、その化石を含む堆積岩を基地の地質年代に当てはめる。つまり生創除学は岩石の絶対的な年代決定を直接提供するのではなく、 その化石群が共存したことが知られている年代範囲内にそれを配置するだけである。ただし、両方の分野は連携して機能する。地層のそれぞれの層の年代区分と故障は同じものが使われる。地質年代学は年代相序学で使用される主要なツールであり、すべての化石群の絶対年代を導き出して、地球史と地球外史で年代を特定しようとする。 基地の半減期を持つ放射性同位元素の放射性崩壊の量を測定することにより親物質の絶対年齢を確定できる。この目的のために多くの放射性同位元素が使用されており、崩壊速度に応じて様々な地質年代の年代測定に使用されている。よりゆっくりと崩壊する同位体はより長い期間では有用だが、引き換えに絶対年の特定精度は低下する。 放射性炭素年代測定を除いて、これらの手法のほとんどは、実際には、放射性を宿動体の崩壊性生物である、放射性各種の存在量の増加を測定することに基づいている。二つ以上の放射測定法を組み合わせて使用すると、より確実な結果を得ることができる。ほとんどの放射測定法は、地質学的年代にのみ適しているが、放射性炭素法や、 アルゴンマイナスアルゴン法などのいくつかの方法は人類史の初期の年代や有史期間にも拡張できる。一般的に使用される代表的な手法は次の通り。地形面が作成された年齢、または表層堆積物の埋没年代を決定するための技法。露出年代測定では中積洗浄地などの地表が作成された年代の代用として大地中の物質と 相互作用する宇宙船によって生成されたエキゾチック各種の濃度を使用する。埋設年代測定では、二つの宇宙船、生成要素の異なる放射性崩壊を堆積物が、さらなる宇宙船被爆による埋設によって遮蔽された年代測定の代用として使用する。ルミネセンス年代測定法は、石英、ダイヤモンド、超石、崩壊石などの材料から放出される。 光を観察する。地質学では、光刺激ルミネセンス、仮想ドルミネッセンス、熱ルミネセンスなど、多くの種類のルミネセンス技法が利用されている。熱ルミネセンスと光刺激ルミネセンスは、陶器や調理石などの焼かれた異物の考古学で使用されており、砂の移動を観察するために使用できる。増分年代測定法では、年ごとの年表を構築できる。これは、 固定することも不動にすることもある。一部の岩石は生成されるときに地磁気の影響を受けて実極の方向がわかるように磁化されている。そこで記録されている古地磁気極を年代順に地図上に描くと見かけの極移動曲線ができる。このような曲線は大陸ごとに異なるものが描かれる。それぞれの大陸のアプエップは 年代が不明な岩石の古極の参照用に使用できる。古知時年代測定の場合、古極をアップエップ上の最も近い点にリンクすることにより、岩石または年齢が不明な堆積物の年代を調べる。古知時年代測定の2つの方法が提案されている角度法と回転法。最初の方法は同じ大陸ブロック内の岩石の 固地時期年代測定に使用される。二番目の方法は、地殻変動の影響が、計算可能な領域に使用される。磁気相図は、磁気極性の時間スケールと比較することにより、相乗体積及び、または、火山岩のシリーズの磁気極性ゾーンのパターンから、年代を決定する。極性のタイムスケールは、海底の磁気以上の年代測定。 一時期創除断面内の火山岩の放射年内測定、及び天文学的創除断面の年代測定によって、以前に決定されている。同位体組成、特に炭素マイナス13と、ストロンチウム同位体の世界的な傾向は、地層を相関させるために使用できる、アイスランド中南部のテフラの層。火山学者の手の高さにある明色から暗色への層は、ヘクラ3からのテフラで、 流門岩から玄武岩の四巡層となっている。四巡層は同じ年代の相女単位である。独特の構成と外観があり、異なる地域に存在しようとも、それらの年齢の同等性について確実性がある。化石の動植物は海洋と陸上の両方で四巡層となる。テフロクロノロジーは未知の火山灰と地球科学的に指紋が付けられた。 年代測定されたテフラとの相関関係を調べる手法である。いくつかの噴火の日付は確定されているため、テフラは考古学の年代測定ツールとしてもよく使用される。年代学、最大から最小まで、スペレオン類代が勢いきくろの。ありがとうございます。